シエラ型原子力潜水艦は、ソビエト、ロシア海軍の攻撃型原子力潜水艦の艦級に対して付与された NATO コードネーム。ソ連海軍での正式名は945型潜水艦、計画名はバラクーダであった。また発展型の 945A 型は、シエラ2型の NATO コードネームを付された。公式の艦種類別は、当初は潜水寿命艦。 1992年以降は一等大型原子力潜水艦となった。ソビエト連邦海軍のドクトリンでは、戦略核の運用、米空母戦闘軍の阻止、米 SSBNSSN の阻止、欧米のシーレーンの破壊という4つの戦略目標が掲げられていた。1970年代以降、アメリカ海軍の潜水艦戦力の激増を受けて、米 SSBNSSN の阻止が、 最重要目標に繰り上げられた。1973年にはアーガス国家対戦総合プログラムが発動されると同時に対戦線の指揮統制を担う総合 C4i システムとしてネプチューンの開発も着手された。これは水中固定超音機や消火機が投下するその部位、衛星や各種鑑定などセンサーからの情報を統合処理し、 対戦,戦士さんに指令を下すシステムであった。攻撃源泉は仮想的の潜水艦を発見、捕捉、撃破する可能性が最も高いと見積もられ、対戦戦システムの鍵を握る重要な存在と位置づけられたものの、積数の不足が問題になっていた。一方、ソビエト連邦では原子力潜水艦の船体構造材としてチタン合金に着目しており、 1960年に、チタンの工作技術が確立するのと前後して、チタン製潜水艦の建造に着手した。1959年には、世界初のチタン製大型潜水艦として661型 SSGN の建造計画が承認されたが、実際の建造は1961年に、閣僚会議の承認を受けた705型 SSN が先行し、 一番艦は1971年12月に、竣工、収益した。そして同じ1971年より、第112設計局において、第3世代 SSN の開発が着手された。これによって開発されたのが945型である。1972年3月には、主任設計官として、ニコライクワ社局長が任ぜられた。 一番関係 -239 は1979年7月20日に寄港された。本型は、傭平上は 671RTM 型の後継として計画されたが、技術的には大震度先行実験源泉として一石のみ、建造された685型の実用型とされる。シエラ A 型、シエラ II 型本型では高性能と、 尖閣重量軽減の両立を求められたことから、705型の知見を踏まえて、船体構造材として、チタン合金が採択された。これによって、従来の工場力鋼を使用した場合と比して、重量を25から30%抑えることができた。降伏体力は70から7 2ラムフォース、平方ミリメートルと言われている。なお、 地ン合金の採用には耐磁性の低減という恩恵もあったほか、船体表面には水中吸音材も設置されており、水中放射雑音の低減とともに、非探地性の低減につながった。構造様式は他の SSN と同様に、複覚式とされた。船体やセールの形状は685型によく似ており、船体中央部は直径8メートルの円筒形。 全部と後部は円錐型とされた。円筒形の部分と前後部の接続角度はわずか5度であった。管内区画は6区画とされた。大震度から20から30秒で緊急浮上できるよう、685型で実用化された固体燃料ガス発生機二0機を備えた。セール中央には、乗員全員を収容可能な離脱式、レスキューチェンバーが装備された。 また685型、コムソモレツの事故の後には、大幅な改良が施された。手記としては、945型では、o、OK、k マイナス650アンペアカーツ水型、原子炉とタービンを1機ずつ搭載し、7翼のスキュードプロペラ一軸を駆動する、方式とされた。出力は4万3000馬力であった。また 945A 型では、原子炉を、 o、OK、k マイナス 650B に更新し、出力は4万8000馬力に増強された。なおこのスキュードプロペラは、本型の水中放射雑音低減に大きく、貢献したが、これは、東芝機械国務違反事件で有名になった、工作機械によって製造された。また予備として、DG-300 ディーゼル発電機2機と112機。 一軍の426通型蓄電池が搭載されている。水平舵には補助電動機2機が取り付けられており、水上をモノットで走ることができた。945型では単身技として MGK-503 スカット KS が搭載された。これは艦首の防水カプセルに収容されており、捜索、自動追尾、目標識別、武器完成。 広報などの各機能を備えている。単身技の性能向上に加えて、時間騒音の低減によって、受波器入り口雑音レベルも低減されたことで、探知距離は600キロに達した。945A 型では、これをもとに音響信号処理のデジタル化を導入した、MGK-540、SCAD3 が搭載された。この他に栄光アレイも搭載されたほか、 945A 型では、フランクアレイや、機雷探知機が追加されたとも言われている。潜水艦情報処理装置としては、671、RTM 型で採用されたオムニブス型が、搭載された。またシムフォニア全移動公開装置、ツイクロニ衛星広報、システム、ブフタ警戒装置、チビスレーダー、モルニア M 自動通信システム、津波衛星通信装置、 アニスタンパ通信装置、コラ超タンパ通信装置なども装備された。九百四十五型では、水圧式の五百三三十ミリメートル魚雷発射管四門と六百五十ミリメートル魚雷発射管二門が装備されており、六十五から七十六十体幹魚雷、テストマイナス七十一魚雷、シクバル超高速魚雷、RPK マイナス六ボードバド、RPK マイナス七 ベテル対戦ミサイル、RK-55、グラナート巡航ミサイルを発射できる。兵装搭載量は、在来艦のほぼ倍に当たる40本、嫌いなら42個を搭載できた。その後、65から70、60体艦魚雷の、陳腐化に伴い、945A 型では 650mm、魚雷発射艦は廃止されて 533mm、魚雷発射艦6門となり、 代わって、グラナート巡航ミサイルの搭載数が増加した。また 945A 型では、不常時の防空用として、イグラ形態式防空ミサイルシステム発揮を搭載しており、これは945型にもバックフィットされた。当初は 671RTM 型の後継として30隻が建造される予定であったが、船体構造材として、 チタン合金を採用したために戦火が高騰した上に、建造できる造船所が限られたことから、建造数はどんどん削減されていった。ただし、チタン合金の採用で、尖閣重量が軽減されて輸送が容易になったことから、内陸部のゴーリキーに所在するクラースノエソルモーボ、造船所での建造が可能になった。当初計画では、極東方面コムソモリスクナームーレのレニンスキー、 コムソモール記念交渉でも建造される予定だったが、同交渉では、チタンの加工ができなかったために断念され、代わって、鋼鉄製のアクラ型の建造を担当することになった。ソ連崩壊後、945型の一番艦、カープは1998年に除籍されたが、尖閣の強度が十分なので、2014年から最終駅のために、 核燃料の交換及びクラブ巡航ミサイルの搭載や電子機器の交換などの近代化改修を実施している。2番艦、コストロマは1992年、米原戦、バトンルージュと衝突して大破したが、バトンルージュが修理を断念して除籍されたのに対し、コストロマは地ン性の頑丈な尖閣の恩恵で、長期修理を必要とはしたものの現役復帰に成功した。 945A 型は1番艦、ニジーニー・ノブゴロドが2008年までに大規模修理を終え、2011年には2番艦、プスコフがズベズドーチカ官邸修理センターから長期修理に入った。その後、収益しているのはニジーニー・ノブゴロドのみの状態が長らく続いたが、プスコフは2014年3月に再浸水し、2016年に復帰した。 性能向上型である945バイト型も開発され、6隻が建造される計画のもと、1984年には一番艦が飛行されたものの、ソビエト連邦の崩壊後に建造中止となり、1993年に解体された。これは公式には予算不足のためとされているが、高性能な945バイト型の配備が、 アメリカ海軍との戦力バランスに与える影響を考慮した政治的決定とも言われている。ありがとうございます。